こんにちは、のり太郎です。この動画を見てくださっている方はもうすでにアンティークコインやモダンコインをお持ちだと思いますが、今回は、あなたがお持ちのそのコインの価値を上げるために、私が大冒険という大げさですがそのようなお話をしたいと思いますが、なぜ大冒険などと言っているかと言いますと、今回の動画の目的は全てのコインの価値を皆様と一緒に高めようという試みになるからです。どういうことかと言いますと、まずはこのアンティークコインやモダンコインというものについてはご存知の通り相場というものがあります。この相場というのは何で決まるかと言いますと、世界各地で定期的に開催されるオークションで決まります。そのオークションに限らず、市場原理というものは需要と供給のバランスで決まります。要は欲しい人が多ければ多いほどで、供給が少なければ少ないほど高値がつくと、貴重なものには高値がつくという原理です。なのでこの価値について簡単な数式で表すとこうなります。コインの枚数が分子で、分母がコインが欲しい人の数という分数で表されます。ここでコインの枚数というのはすでに発行時点で決まってますから、ここでいう分母側のコインが欲しい人の数というのがコインの枚数よりもどん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 大きくなると、コインの価値がそれに伴って上がり、逆に少なくなるとコインの価値が下がるということになります。なのでこのコインの価値を高める方法は単純明快で、この分母のコインが欲しい人の数を増やせばいいわけです。ということで今回はこのコインが欲しい人をどうやって増やすかという、コインを持っている人全員に関係してくる、永遠の課題というようなものに対して、今回はこのドナルド・ミラーさんが書いているストーリーブランド戦略という本を参考に簡単な物語を作ってみました。この本の帯を見てお分かりになると思いますが、金貨や銀貨というのは間違いなく最高の商品なんですが、人々が買うのは最高の商品ではなく一番分かりやすい商品なのですと書いてあります。で、ここで例に挙げられているのがアップルの創業者のスティーブ・ジョブズが1983年にアップルから発売したリサというコンピューターの大失敗と、その後のジョブズがピクサーで得た経験をもとに iPhone ですね、皆様お持ちかと思うんですが、 iPhone を世界的に大ヒットさせた成功の秘訣が書かれておりまして、詳細は省きますが、このリサの大失敗と原因というのが、このコンピューターがいかに優れているかというのを新聞で何ページにもわたって書き綴ったことが大失敗の原因であって、今のアップルの成功というのは物語の主人公を消費者にフォーカスして簡潔な分かりやすい物語を伝えることに徹したということにあると著者は書いています。そしてそのストーリーにはこの基本原則となる7つの要素が入っているとのことです。まず1つ目主人公、次に問題の特定、導き手の登場、計画の指示、行動を促す、回避したい失敗、成功に至ると、この7つです。これはさまざまな映画でもこのフレームワークを使っているということで、スター・ウォーズを例にして一度見てみましょう。まずスター・ウォーズの場合主人公がルークで、問題の特定というところでは外的要因としては帝国を倒さなければならない、内的要因としては自分はジェダイなのだろうかと、で哲学的問題として善対悪という問題の特定があります。次に導き手の登場ということで、ジェダイとして生きるオビ・ワン・ケノービに出会います。
で計画の指示というところでフォースを信じる、行動を促すというところで帝国を倒しに行く、で回避対失敗としては反乱軍が壊滅するということで、成功に至るというところでは反乱軍は壊滅を免れるという具合です。これを私の話に当てはめて物語にしてみましょうということで、それでは則太郎の大冒険始まり始まり。まず主人公、うだつの上がらない40代のサラリーマンの則太郎。どこにでもいるようなサラリーマンで、お金は飲み会や趣味の遊びで使ってしまい、将来のために貯金しなくてはと頭で思いつつ、全然計画的に貯金すらできませんでした。問題の特定。そんなある日、サラリーマンのり太郎はふと自分の給料の手取りが全然上がっていないことに気づくのでした。おやと。いろいろと調べた結果、社会保険料が年間1万円ほどのペースで上がっていることに気づき、サラリーマンがオワコンなのではないかと急に焦り出しました。導き手の登場。何か投資でもしないと金持ち父さん貧乏父さんのロバート清崎が言う労働ラットレースから抜け出せないと感じたサラリーマンの利太郎は、投資の勉強に明け暮れる中、投資や経済のことを教えていただける師匠と出会います。そしてその師匠から梶正和さんの YouTube を紹介していただき、アンティークコインに興味を持つわけです。梶正和さんの本です。金はやっぱりアンティークコインにぶち込め、コイン長者になるための33の法則、手元は自由自在、1億円、5億円、10億円、1年間で 25%、 10年間で 248% の値上がり実績という本にも出会いました。計画の指示。梶さんの YouTube 動画ではアンティークコインを買って寝かすだけで良いし、年々右肩上がりに上がっていくよという話を聞き、その中で買うならドリームコインがいいよと教えていただきます。行動を促す。そしてまずサラリーマンのり太郎は家族の説得に入るわけです。資産とは何か、投資と投機とギャンブルとの違いは何か、アンティークコインはこんなに綺麗で年々値上がってるよと必死に説得し、そしてついに金貨なら買ってもいいよという了解をいただくことに成功するのです。そして最初のコインをドリームコインから買うことができたのです。回避したい失敗。もしもこのままサラリーマンを続けて貯金もろくにせずにいたら、まずは60歳で定年退職後、再雇用で初任給かそれ以下で年金が支給される70歳まで10年間体力も落ちた中、お荷物扱いされながら奴隷のように働かされるか、はたまた転職しシルバー雇用で慣れない作業で悪せくして働くか、普通のサラリーマンの定年から私たちの世代は年金がまともにもらえるまでの10年間意味不明な暗黒の安月給奉仕期間というのを過ごすことになります。そんな辛い老後は絶対に送りたくないです。ということで、成功に至る。コイン投資シミュレーションによると、その通りにいくかは分かりませんが、私の年齢の45歳から毎年120万円、月10万円コインに注ぎ込めば、シミュレーションではなんと60歳の時には資産額が7800万円になり、
一気に現金化したとして所得税を引いてもなんと6800万円になる計算になります。詳しくは私の過去動画の定年後の資産比較、預金 vs 行員投資、圧倒的な差に驚愕焦という動画をご覧ください。ということで60歳で6、7000万の資産があるので、そのまま仕事を辞めても全く問題ありませんし、もちろん続けたい仕事があればそのまま続ければよいという選択の自由が得られることになりました。また年に数枚コインを売って家族で旅行に行ったり、趣味の釣りなどをしながら充実した楽しい移動を過ごしましたと。さ、めでたしめでたし。ということで、どこが大冒険やねんとツッコミが入りそうなんですが、大冒険はこの後のお話を含めてなのでしばしお待ちください。ただこのようにちょっとした冒険である投資をするだけで定年後の人生の選択肢が全く違ってくるというお話でしたが、まあ、このようなほんの些細な冒険でさえできない人が日本には本当に多いので、なんだこれだけで良かったのかと思えてもらったら本当に嬉しいなと思います。そしてここからがいよいよ大冒険の本題でして、この動画をご覧の皆様にはぜひ、周りの方にこの動画を拡散していただきたいと思ってます。で特にお子さんとかお孫さんなどがいらっしゃれば、そういった若い世代にこそ見ていただきたい動画になります。でそうすることによって、まあ、若い方にとってはですね、この先の見えない暗黒の時代を進んでいく日本の中でも少しでも希望の光が見えてくるのかなと思います。そして何より皆様がお持ちのコインの価値が上がります。そしてさらに世界中では300万人と言われているアンティークコイン市場ですが、日本ではまだ数万人程度と言われておりまして、そのためまだ伸びしろがありますし、この動画を機にですね、コインを投資を始めた方にとってもまだまだ先行者優位になれますので、お互いにウィンウィンになれるかなと思います。ということでぜひこの動画を拡散して皆さんのコインの価値を高めていきましょうというのがのり太郎の大冒険でした。ということでお後がよろしいのかなと思います。いつも動画をご視聴くださっている皆様、本当にいつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, we're meant to be.